船貝目、学名、アーキガは、南体動物も2枚貝爪翼系アズナに属する、分類群。2枚以外の中でも、起源の古い原始的なグループで、オルドビスキから存在しているとされる。学名は、船貝科のタイプ属アルカに由来する。元になった俗名アルカは、箱の井で、タイプ種のノアの箱船貝の、カラカたちに由来する。世界中の海に分布し、 長官体から深海まで見られるが、特に熱帯から温帯の旋海に多くの種が分布する。また一部の種は、寄水から淡水にも生息する。最大の特徴は2枚の殻を背部でつなぐ蝶津街の構造にあり、多数の小さい歯が前後に並ぶ、多歯型と呼ばれるものとなっている。これに似た多歯型の蝶津街は、クルミ貝類やロウバイ貝類などのいわゆる、 腹ラ類にも見られるが、船飼い目では人体が長く直線状になるものが多いことや、殻に真珠層を持たないこと、エラの構造などに特徴がある。同じ翼形類とされる意外目、柿目、板屋ガい目とは、蝶子貝が大葉型であることに加え、平角筋のタイプにも違いがあり、これら3目では前方の平角筋が対化縮小して著しい、不等筋になっているか、 もしくは消失して、単筋になっているのに対し、船がいめでは、前方の筋肉が、やや小さいとはいえ、前後の平角筋がほぼ同様に発達するそ筋で、あることに、違いがある。エラは、糸エラ型で、他の翼形類と共に、糸エラ類とも呼ばれることがある。体を左右から覆う、外頭膜は、複側で融合する部分がなく、後方でも有利していて、水管を形成しない。 ノアの箱舟貝いなどのある家族には、該頭膜に目点を持つものがある。砂テ底などに埋葬する種では足が発達するが、岩などに付着するものでは非常に太い足糸を持つものがある。船外科の一部は足糸で岩などに付着し、その他のものは砂テ底に潜って水中のプランクトンやその他の浮遊物をろ過食する。しかし水管が発達しないため、 砂兵に潜る種類でも、街頭膜の後端を直接水中に出していなければ、ならず深くは潜らない。現在では7つの海分類群が知られており、船外科は海外ではアーククラムやアークシェールとして有名。日本では船外科の赤外属の赤外が有名。旧来はシラスナ外状科が存在するとされていたが、近年では、 船外上化に含むことができると考えられている。海分類群古くから食用とされ、特にアナダラ族の中から大型種はそれらが産する世界各地で重要な食用種となっており、日本でもこの属の赤貝やサルボウなどがよく利用される。また貝貝は食用以外にその殻を焼いて石灰を制したことから貝貝の名を持つ。ありがとうございます。